今回の技の説明の中で出てくる私の独特な小内刈り、岡田スペシャルとも言われてるんですけども、この技をいつどのようにして編み出したかということについて説明したいと思います。中学生時代一つ上の先輩で、とてつもなく強い先輩がいました。でその人は左組で、当時私は大外刈りが得意だったので、その大外刈りあるいは大内刈りを中心になんとか倒したいと思って、毎日練習しておりましたが、いくらかけてもかかりませんでした。そんな中で、とっさにひらめいたと言いますか、誰から教わったわけでもなく何かを見たわけでもないんですけども、突然乱取りの中で出てきたのがこの岡田スペシャルと言われる小内刈りです。皆さんもそういうきっかけというのはどこにあるか分かりません。必死になって相手を倒したい、投げたいと思って練習している中で、自分独特のオリジナルの技というものが発見される、そういう可能性があると思います。そういう可能性に挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは小内刈りについて説明したいと思います。まず基本的な小内刈りのかけ方について説明します。まず小内刈りの場合には、相手の真ん前で足を継ぎ足でこうステップするんですけども、その時に両脇を少し締めるイメージで、釣り手は下から上に突き上げるイメージ、どちらかというと釣り手の肘を内側に入れながら下から顎をつくようなイメージで左手は使います。そして右の引き手の方は脇を締めるようにして、その自分の左の肘に相手の肘をこう近づけるようなイメージで入ってきます。こういう感じで入ります。それで相手の左足のかかとを右足の裏で払うようにしてこう。次に足の方をちょっと重点的に説明したいと思いますけども、クロスステップでこう入りました。この時に両手で相手の上半身がこう少し後ろに崩されてます。でこの状態で相手のかかと付近を足の裏で相手のつま先方向に刈ってやります。これが刈る方向が横ではこう開いてしまうだけで投げることができませんので、一番相手が倒れやすいのはこのつま先方向ですね。こっちを刈るのがポイントです。次に相四つの相手に対して自分が奥襟を持った場合ですね、相手の奥襟を持って頭を下げさせるような組み手ができたとき、こういう組み手からの小内刈りについて説明したいと思います。大内刈りあるいは小外刈りのときにも説明しましたけども、相手はだいたい奥襟を持たれて頭を下げさせられると起こそうという力を出してきます。その力を利用して大内刈りをかけるということで、かけ方としては大内刈りの場合あるいは小外刈りの場合と全く一緒になります。それで相手が、起こそうとしてかけたんだけども一回でこう倒れなかった場合には、そのまましつこくけんけんで追っかけていくようなかけ方をすると有効です。
次に喧嘩四つの相手に対する小内刈りのかけ方について説明します。喧嘩四つの相手に対して小内刈りをかける場合、まずしっかり襟と袖を持てた場合のかけ方ですけども、こうして組んだ状況から、まあ、もちろんまっすぐ小内刈りに入っていってもいいんですけども、オーソドックスな先ほど基本として説明した時の継ぎ足で入る方法、これで入る方法もありますが、これよりもより効果的なのは少し横にこう開くようにして、入るかけ方、これをお勧めします。というのは開くようにして相手を少しこう前に引き出そうというジェスチャーをすることによって、相手はこう引き出されまいとして体をこう開こうとい反応します。こういう左手をこう後ろに引こうとする反応をさせておいて、こうちょっと反応してください。ここで反応させておいて小内刈りをかけるという方法になります。ですからステップとしては、組んだ状態から相手の左足のつま先の方向ですね、そっちの方向を目指してこうステップする。その時に前に引き出して、まあ、背負い投げや内股、払い腰などをかけるようなイメージで自分はこう引き出そうとする。それをフェイントとして相手の反応を見て一気に刈る方向を後ろに変えるということですね。小内刈り、喧嘩四つにかける小内刈りの手の使い方を説明したいと思います。先ほども言いましたように、一歩目で外に相手の足の前に踏み込むと同時に、引き出しの動作のような形で引き手をこう引こうとします。引こうとしながら相手のその引かれまいとする反応を感じたら、すかさず左の肘をこう内に入れるようにして、拳で相手の顎を下から突くようなイメージ、これは先ほどの基本形と全く変わりません。こういう形ですね。次は喧嘩四つで、お互いが釣り手のみを持ち合った状況から引き手が取れない状態があります。この状態から引き手を取りながらかけるという方法を説明したいと思います。まあ、このような形でお互いが引き手が持てなくて組み手争いが続くという時に、大きくステップして引き手を取りに行く方法があるんですけども、大きくステップして引き手を取ると同時に持ち側に入るという方法です。まず持つこと、お互いに持つことを一生懸命、意識して早く引き手を持ちたいという気持ちで引き手争いしてるんですけども、その状況の中で持った瞬間っていうのはお互いに瞬間的にまあ、ほっとするというわけではないですけども、隙ができる場合があるんですね。ですから組み際の技っていうのは比較的よく柔道の試合では決まるんですけども、そういう意味で、組み際のこの小内刈りというのも非常に有効だと思います。次に変化技としての小内刈りについて説明したいと思います。相四つの相手が支え釣り込み足や膝車などをかけてきたときに小内刈りで切り返す方法です。相四つで、お互いにこうがっぷり組み合う、
お互いにがっぷり組み合うと比較的支え釣り込み足がかけやすい組み手になります。でこういった時に相手に支え釣り込み足をかけさせる、まあかけさせるというといかにも誘導しているようですけども、支え釣り込み足をかけやすいような組み手にしておいて、相手に支え釣り込み足に来てもらいます。はい、ゆっくり来てください。で支え釣り込み足こうかけられるとここの足が出てますので、その足を左足で内側からこうかけると、まあ、非常にタイミングが合えばかかりやすいということで、実践的な技ということが言えると思います。私もよく現役時代に相手が支え釣り込み足に来たところをコーチがで切り返すというような形で、投げたことがあります。次に私の独特な小内刈り、抜き上げて投げる小内刈りについて説明します。岡田スペシャルとも呼ばれている技です。この技は相四つの相手に対して非常に有効な技になります。と言いますか、私の場合はほとんど相四つの相手にしかかけられませんでした。というのは大外刈りと同じように踏み込んでかけるので、喧嘩四つの場合には右足を相手の左足の真横に踏み込むということが非常に難しいということで、この技をかけるのは難しかったということですね。ちょっと説明しますけども、今簡単に言ったように大外刈りと同じようなステップで1歩目は相手の左足の横に右足を踏み込みます。その時に、釣り手、左手の使い方がポイントになるんですけども、左手は自分の左肩の上に握っている鎖骨のあたり、あるいは奥襟でもいいんですけども、拳が自分の左の肩の上に来るようなイメージで相手を崩します。右足を踏み込むと同時に左手を釣り上げます。でこの時に引き手である右手は自分の溝落ちのあたりに拳が来るような感じで、力はそれほど入れる必要がありません。引かない、押さない、ただ胸に固定させるというようなイメージで上半身を使います。この形で相手が左足一本に重心が乗ったような状態、瞬間的にそういう状態が作れればこの技は非常に効果的です。でこの後、左足を内側からこう巻きつけるようにして相手の左足に引っ掛けて、その足を上にこう抜き上げるようにしています。投げの型を習ったことがある人は、投げの型の内股の時の釣り手の使い方、これをイメージしてもらえると非常に分かりやすいと思います。こうしたいと回すんですけども、その時の釣り手の使い方で相手をこう崩します。で一歩踏み込みながら、今のこの釣り手の使い方ですね、これを使うことによって相手の右足も完全に浮き上がった状態になっています。で左足一本に重心がかかってますので、それを引っ掛けて浮き上げることによって、見事に相手が投げられるということになります。この技の足の使い方について具体的に解説したいと思います。まず相手の左足の横に右足をステップさせるというのは大外刈りと同じであるという説明をしましたけども、その後で左足を内側から相手の左足に巻きつけるということですけども、どのあたりに巻きつけるかといいますと、相手のこの膝の後ろですね、ふくらはぎのあたりにかかとが当たるような感じ、多少もう少し上に上がっても構いませんけども、とにかく相手の膝より下の部分に自分の足をこう引っ掛けて、
絡みつけるような形ですね。これが普通の小内刈りのように足の裏を当てようとするとこれはうまくいきませんので、必ずかかとで引っ掛けてしまう。これで相手の左の足が逃げれないようになります。でこの状態から自分のこの右足と左足の間でこの相手の左足を上に持ち上げるような感じで投げるわけですね。で、その時にですね、もう足が引っかかってこっから上半身を前傾させていきながら足を内股のように跳ね上げて投げるわけですけども、技をかける時に最初からこうなってしまうと、前傾してしまうとこの技の効果は半減しますし、ここで相手にタイミングよく支え釣り込み足をかけられると自分が投げられてしまいます。ですから最初からこう前傾していくのではなくて、これはオーストラリアと一緒ですけど、まっすぐ上半身はまっすぐ入ってやや膝を曲げて安定した状態を作っておいて足を引っ掛ける、そこから抜き上げるということになりますので、この技をかける場合には非常に強靭な足腰が求められます。ですから足腰の強さ、これに自信のある人はこの技を練習してみてください。誰にでもできる技ではありませんので、足腰の強さと柔軟性、これを持ち合わせた選手に非常に適した技だということが言えると思います。